1955年、鈴木直3月24日から2004年10月1日は、日本の人類学者。縄文時代から現代に至る日本人の形質を人類学や解剖学の面から研究し、それまで知られていなかった歴史時代を通じての日本人の大きな形質変化を明らかにしたことで著名。東京大学教授、国立科学博物館人類研究部長。 西条大学教授を歴任。東京大学名誉教授、医学博士。1998年史事報奨。埼玉県鳩ヶ谷町に生まれる。東京高等学校を経て、東京帝国大学医学部に入学。解剖学教室で個人骨を研究していた小金井義清の教えを受けた。1951年夏、東京大学の骨格標本室で、時代、 出所不明の頭骨群を発見し、それが室町時代に由来することを突き止めて以来、日本の各時代の骨格の発見と研究に勢力を注ぐようになった。当時は日本の歴史時代を通じての個人骨研究はほとんど行われておらず、古代より現代までの間に日本人の形質がどう変化したかについては何も分かっていなかったと言ってよかった。鈴木は 1955年前後の数年間で1333年の鎌倉幕府滅亡に至る戦闘の戦死者の遺骨を約2000回も発掘調査し、同じ頃に東京都内で室町時代や江戸時代の墓地跡から出土した遺骨を調査するなど資料収集に力を注ぎ、その結果、例えば頭型は鎌倉時代には長頭であったが次第に担当化したこと、 離婚は、歴史時代を通じて低かったが明治以降急速に高くなって、現在も進行中であること、その他の時代による変化が明らかにされた。また、中村寺にあった、欧州藤原氏のミイラの人類学的調査や、徳川家代々の将軍の骨格の調査研究等も行い、その成果を書籍やテレビで一般にも公開するなど、世間の人目を集める業績も多い。 特に、九百六十一年には、東京大学の発掘調査団を率いて、イスラエルのアムット洞窟で、日本人としては初めて、ネアンデルタール人類の全身骨格の発掘に成功した。日本国内では、化石の原生人類として、三日美人、ネアンデルタール段階と考えられるものとして、牛川人などの化石人骨を発見しているが、その後、前者は縄文時代初期。 後者は重骨ではないかとの異論が出されている。1990年代以降、日本人の起源をめぐっては、マスコミも含め、鈴木の学問上の後継者ともいえる萩原和夫の提唱した二重構造説が広く支持されている。これは、日本列島の原住民であった縄文人が大陸からのトライ人であるトライ系弥生人から痴漢及び根欠という形で、 大きな影響を受け、その後の日本人の基盤が形成されたとするものである。しかし鈴木は、長谷部原人らの流れを組むとともに、自らの長年の研究、中津づ縄文時代から、弥生時代へと移行する時期の人骨の詳細な調査検討に基づき、縄文時代人が、弥生文化の流入に伴う生活環境の変化のため、いわゆる昇進化によって、 弥生時代人に変わったという変形説を主張した。ありがとうございます。